はい、どうも、ケイキングです。今日はですね、ダビスタリオン続きやっていきましょう。37年目、3月の3週からと。今週レースはないですね。で、今年、ローザカフェ、期待してたんですが、クッケになりました、これ。もう、がっかりですね。いや、ここ痛いよね。最速再び。はい。まあ、G1、またね、ちょっと狙いたいなと思います。まあ、ぼちぼち引退でもいいですけどね、これ。入球が、7月か。まあ、別に全然まだね、衰えは聞けないんですが。まあ、ここに期待したいよね。はい。とりあえず、行きましょう。はい。最速再び行きます。まあ、印はね、そこそこつくんじゃないかなと思います。さあ、OK かな。さあ、どう？ちょっときついか？タオブロンドンが持ってますね、印。はい、じゃあまあ、レースで。これ勝って引退しますか？繁殖入りますか？まあ、それもありですね。激戦必至の 1200m、 切れ味鋭いスピード自慢たちがしのぎを削ります。最速再び最速の称号を得られるか。スタートしました。まあ、最速再びですから、まずは先行争い。最速再び勢いよく追い上げる。さあ、どう？伸びね。最速再び粘っている。さあ、ぐんぐん伸びてくる。最速再び残り200を切りました。最速再び頑張っている。さあ、粘れるか。後ろ来た。踏まってくれ。よし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 、オッケーオッケー、勝ちました。いいね、強いね。いや、安定してますね。はい、オッケー。これは良かったね。まあ、しっかり抑えてね、勝ちと。さあ、キングスタミナ、はい、オッケー。さらに、ついでテレパシー。もう一丁。起きた。タフスピビシビシ。楽しみやね。タフスピビシビシ。さあ、アエールが戻ってきて、キングウィングス。あ、これね、ダート苦手です。まあ、ダート走れないと思ってました、これは。まあ、芝の短いところでしょ、得意なのは。最速再び、どうしますかね。まあ、こっから使ってってもいいんですよ。で、またスプリンターステークス狙ってもいいんですが、まあ、もう十分ですよね。連覇もして、スプリンターステークス取って、高松の宮記念取って、で、スプリンターズステークス取って、今ね、高松の宮記念取ったと。もう十分じゃないですか、こいつ。引退しましょうよ、これ。はい。ちょっとこれ引退して、はい、行きます。繁殖にあげます。はい、これで行きましょう。うん、こいつは最高でしたね。1200はね、こっから、まあ、スピードカナロアすかね。任せたい、こいつに。一応、マイルチャンピオン取ってます。まあ、ただやっぱり、最速の方が、まあ、強いかな。まあ、こっからっすね。スピードカナロア。どうなってくるか。さあ、そして4月。アリーナパワー1200か。まあ、良さそうやね。とりあえず出よう。はい、出走で。で、ローザが戻ってきた。まあ、この辺はね、なんとも言えないです。まあ、人気はあるんですけどね。そろそろ勝ってほしい。さあ、ちょっとこっち確認しよう。
まあ微妙やね。さあがっつりいますね。ちょっとやりますかこれ。はい、キングスタミナからいきましょう。まあいつも通りでいきますか。こいつはスタミナはもう何も変えない、何も考えない。はい、これでいきましょう。まあタフスピビシビシもねできてますし、まあいいんじゃないですか。はい、これで。そしてスイートテレパシーか。これはねディープインパクト攻めしてるんですよ。すげえ期待できるとかいうわけじゃないんですけどね。まあいいんじゃないですか。はい、つけよう。高いね。はい、そしてローザスピード、ローザスピードはまだ、まあロードカナロアでこれは OK です。これも安定ですね。まあもう G1 もね取ってますし、この組み合わせで。まあウィングスはどうですかね。まあスピードカナロアかなりいいですね。でタフスピピシピシ、前回最速スピードか。いや最速スピードいこうよ。最速スピードでも良くないよね。良くないこれ。まあでもいきます。まあ牝馬はねいい感じに上がってきたので、次はもうボバっすね。ちょっとシュボバ、自家生産のシュボバレベル上げたい。キングビューティー、あビューティーね引退しました。ローザの子、まあ一応上から順番にね見ていきたいなと思います。軽くね、まあ安定し実績、まあそこ攻めてもいいんですけどね。うん、よくないね。まあヘニヒューズでいいっすけどね。まあヘニヒューズいきますか。はい、まあキングローザーのコースからね。はい、ヘニヒューズでいきましょう。そして来た最速再び、どうすかな。最速再びか。まあちょっと上の方から確認していきましょうか。はい、一応コメントね聞きつつ、はい、台湾メジャー、あージャストウェイいいね、ジャストウェイいいな。まあかなり使いやすいですね。はい、一応まあ上の方だとこんな感じですかね。まあ今パッと見た感じね、まあやっぱジャストでつけたいですね。うん、いいんじゃないですか。はい、いきましょう。まあちょっといろいろつけたいのいましたね、最速再びは。まあ、あとはスピードカナロア、ここもね楽しみですよね。坂目アリーナもねこれ悪くないですよ。これもこれもあの G2 取ってますし、まあこれもね引退してもいいんですけどね。もうまあちょっとダート使っただけです、ここは。まあダートは厳しいんですが、はい、まあいいですか、もうちょっと使おう。じゃあ進めます。さあアリーナパワー、まあこの辺がねちょっと頑張ってくれたらなと。スタートしました。クイーンズベスト勢いよく追い上げる。さあ来い、アリーナパワー。わずかに先頭か。ここからが勝負どころ。先頭はクイーンズベスト、なんとも言えない。ただ上がってきてる。追い上げるアリーナパワー。アリーナパワー、もう一伸びがないか。クイーンズベスト粘っている。クイーンズベスト、クイーンズベスト先頭で。まあぼっちぼっちですね。はい、まあぼっちぼっちです。タフスピパワーいいじゃん。
まあ、疲れなし。とりあえず OK か。坂目アリーナ。はい、芝1600いきます。で、スピードカナロアも、まあ、得意のね、1600いくと。そして、ローザローザ、芝の2400か。長いとこ行きますね。はい。まあ、行きましょう。で、アエールが芝行く。アエールはね、ダートの方がいいんですよ。芝良くないので。はい。これはやめときます。で、ダートの、まあ、なんでもいいか。1600行こうかな。はい。これで。さあ、どう？いいね。ローザローザチャンスじゃない？これは。スタートしました。追いすがる名将笹ゆり、栗のビクトリー。いや、ちょっと良くないな、これ。食い下がる名将笹ゆり。位置良くないですね。先頭は栗のビクトリア、ローザローザ、まだ動かない。栗のビクトリア、伸び足がいい。まあ、ローザローザはね、結構期待してるんですけどね。フリーフリッカー、フリーフリッカー。まあ、ローザカフェも。ただカフェ怪我したのがね、痛いですね。さあ、どう？あ、印ちょっときついね。スピードカナロはちょっと衰えきてますかね、これ。スタートしました。少しバランスたスタートになりました。まず何がいきますか。早くも先頭、1番、ブラックスピード。まあ、飛ばします。ここで先頭が変わった。さあどうだ。スミスパーク、わずかに先頭か。迫る。坂目アリーナ、坂目アリーナ、わずかに先頭か。食い下がる。坂目アリーナいいですよ。オースミスパーク。ただ内からぐっと伸びてきて。パクスアメリカーナまとめてかわした。パクスアメリカーナ差し切って。ちょっと苦しかったですね。勝ったのはパクスアメリカーナ。ビクトリアマイル行きましょう。坂目アリーナも行きましょう。はい、アエルダート1600いきます。で、アリーナパーが芝の2000。まあ、この辺ね、勝ってくれたらまあ十分ですかね。もっと上狙えって。坂目アリーナ、よし、元気か。じゃあ行こうよ。まあ、これもう引退してもいいんですけどね。ちょっと行きましょう。とりあえずビクトリアマイルと安田記念と。元気ならね。はい。じゃあ、スピードカナローも行きます。ビクトリアマイル取れたらね、嬉しいっすよね。はい。狙っていきます。ローザ、ローザ、キングウィングス。あとは OK かな。しまった。種付け忘れたじゃん。4周種付けやらないといけないなと思ったんですけどね。忘れちゃいました。まあ、OK でしょ。気にするな、細かいことは。はい、飛ばします。来い。ここで来いよ。フラットしてましたね、今ね。アエール、粘っている。先頭は、いける？アエール、粘っている。残り200を切りました。逃げる、逃げる。お、力強いか、これ。ノワールギャルソン、ここから追い上げる。アエール、粘っている。粘れよ。ノワールギャルソン、伸びている。2頭が並んで、大丈夫やね。アエール、わずかにないか。とりあえず勝ちました。まあ、まだこいつはちょっと分かんないですね。馬若いですからこいつ。まあ、やっぱアリーナパーちょっと苦しいな。もうちょっと印あればね。スタートしました。少しばらついたスタートになりました。タイガーブルーと突っ込んでくる。タイガーブルーとわずかに先頭か。サニーサンデー差を詰める。サニーサンデー、まあ苦しいね。はい、苦しいですね。サニーサンデー頑張っている。タイガーブルーと追ってくるが厳しい展開。サニーサンデー先頭。まあアリーナパワーはまあ引退でもいいっすけどね、これ。2歳のセールいかないです。5月か。お、来た。
ローザスピードっすね。キングウィングス、はい、芝1200いいんじゃないですか。勝てると思いますよ、そろそろ。そしてローザカフェ、やっと戻ってきたか。まあどうすかね、怪我はね痛いですよね本当に。なんとも言えんね、2歳。さあローザスピードとタフスピビシビシ、そしてタフスピパワーか。 OK、 ローザスピードいきましょう。前回ヘニーヒューズつけて、まあ今回もヘニーヒューズとりあえずつけようかな。はい、行こうかなと思います。安定 C 実績 A のマンハンターカフェでね、まあ、ずっと攻めてたんですが、ちょっと変えました。はい、こんな感じで。そしてタフスピビシビシ、まあこれ最速スピードでいく、うん、まあ最速スピードでいいけどね。そうですね、まあ最速スピードでいいっすね。はい、これでいきましょう。あとはタフスピパワーか。まあこれも最速スピードで OK ですけどね。安定 C 実績 A、そうですね、ステイゴールドぐらいね、まあ、ステイゴールドちょっとつけとく、まあ、いいわけじゃないですけどね。はい、これで。よし、 OK。 さああとは、競りですね、登録するかどうか。タフスピパワー、いやこれ結構厳しいよね。これはなんとも言えないですね。これ登録しとくか。これもねちょっと使いづらいよね、怪我は怖いですね。こっちもね、ローザスピードの子か。まあこれ残すか。ただまあこれもね結構期待はできるんですよね。まあクラブに上げてもいいですね。タフスピパワーか。タフスピパワーの子ちょっと使いたいなっていうのあるんですよね。はい、じゃあ進めます。どう、まあいけるかな、この印なら。スタートしました。少しばらついたスタートになりました。アセンダント突っ込んでくる。先頭はアセンダント。さあどう、アセンダント粘っている。先頭はアセンダント。伸びてこい、グッとこい。ブライト内から差を詰める。あと200、工業ブライトこらえにかかる。2番手工業ブライト差を詰める。アセンダント工業ブライト、工業ブライト、はい、まあまあ仕切って降臨。よくはないけどね。まあ次に期待しましょう。で坂目ありながらビクトリアマイル、はい、デームロード OK で、スピードカナロアも行きます。ローザーローザが2400か。アエール芝行く。アエールは芝ダメっすね。ダートで、ダート1900か。1800、まあ1300いこうか。よし、 OK かな。
はい、じゃあ進めます。あえる、まあまあじゃないですか。スタートしました。ここで先頭が変わった。ふらついてましたね。さあフラッとしたけど大丈夫やろ。先頭はアイエル、迫るタガノリングを、あと200、タガノリングを2番手。ここ連勝嬉しいですけどね。追い上げるタガノリングを、アイエル、さらに差を広げにかかる。さあアイエル大丈夫やね。先頭でゴール1着。アイエル来たか。来ましたよアイエル。上がってきとんじゃん。まあ、まだなんとも言えないですけどね。よし、ローザローザ行こう。2400どうすかね。ちょっときついじゃない。スタートしました。まあローザ系はね期待してるので。スティルウォーター、ハイパープリティ、勢いよく追い上げる。先頭は2400きついってこれ。スティルウォーター、外から差を詰める。先頭はハイパープリティ、ローザローザ、ここでもまだ後方。ちょっと短いところを選んで自分で決めた方がいいね、これね。はい、そうしましょう。あ、スピードカナロア厳しい。引退近いですね。まあビルシーナ、そしてマルセリーナ、あとはヌーボレコロといいますね。まあ勝ってほしいけどね、ちょっと苦しいかこれ。スタートしました。さあ来い。好スタートは坂目アリーナ。まあ安田記念までね、ま、使いたいんですが。10番飛ばします。坂目アリーナ突っ込んでくる。先頭さあ坂目アリーナ良さそうこれ。外から差を詰める。先頭は坂目アリーナ。粘れ。ビルシーナ。いやー捕まるか。ビルシーナ来てると。粘れんか。2番手ビルシーナ差を詰める。先頭が変わった。ビルシーナ。ビルシーナ。いや坂目アリーナ良かったっすけどね。いや、よかったよ。よかった、よかった。ビルシーナ、ヌーボレコロットっすよね。まあまあ、よくやったやろ。で、アリーナパワーが芝の1800か。まあ、アリーナパワーあと何戦か見て、まあちょっと引退するか決めていきたいですね、こいつはね。坂目アリーナ元気か。じゃあ、安田県行ってもらおうよ。まあちょっと状態きついですけどね、これね。スピードカナロアも引退ですね、これ。衰えが来てます。はい、苦しいですね。で、ローザカフェか。まあこれ復帰してどれくらい印がつくか。まあちょっとこれっていうやつがいないですね。スピードカナロアもう衰えきてて時間かかりそうなやつが多いですね。で2歳は何とも言えない。次ここはね結構期待できると思うんですけどね。まあ、バネコメが来てほしいね。はい、ということで今回はここで終わりたいなと思います。でまたちょっと進めときます。はい、まあこの辺ねでかいレース、まあなんか取れそうなレースないので、はい、進めておきます。ということでご視聴ありがとうございました。